さあ、ゆうすけくん、自分の汚れを見える。あー、結果、ほんとっすね。この普通さ、泡って消えるじゃん。はははけど、うん、残った気泡のまま残ってて、ここ白いつぶ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 ほんとだ。あ、つぶつぶのいっぱいや。あのおっさんでください。ゆうすけくん、俺、恥ずかしい。失敗した。気持ちよかだけで戻ったの。気持ちいいですけど、汚れのいっぱい見られた。それちょっとモザイクかけたら大体みんな出ます。大体みんな出ます。大体みんな出ます。多いとどっちが多かったろうかな。普段スタイリング剤を多用されている方、うんうん、スタイリング剤にどうしてもシリコンとかたくさん入ってるので、うん、僕らはすごいですね。やっぱり美容師前にセットしてスプレーとかいっぱい使ってるので、はあはあ、やっぱり残っとっとですね。そうですね、髪に残留していくんです。だから一回リフレッシュして綺麗な頭皮、綺麗な環境を作っていこうっていう。なるほど。保湿の炭酸ヘッドスパ、夏はこういうものすごく気持ちよかと思うんです。それこそね、ワックスとか髪に圧力をつけられてる方たちとか、あとまあ抜け毛が気になる方とかもよかったのかな。そうですね、ですね。で、あとはもう髪がこう油ぎっしゅになる方とかも特に。そうですね、ね、落ちるでしょうね。はいはい、ということで、シュシュの炭酸ヘッドスパ、こちらは、サービスおいくらで、今、まあ、カット、ただ他のメニューと複合で一緒にやっていただけるようであればプラス500円でさせていただきます。プラス500円、はい、500円でサービスです。これ500円さ、500円マジ、うん、いいっすね。カットしてプラス500円でここまでしてくれちゃうけね。いや、めっちゃいいっすね。ということで、シュシュ の炭酸ヘッドスパ、ぜひこの夏、頭をリフレッシュしにいただけたらいかがでしょうか。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。